今回は新しい掘りたてのタケノコ、これを頂戴しましたので、これで我が家風の筑前煮を作りたいと思います。人参です、薄揚げです、ちくわです、大根です、そしていただいたタケノコです。これはアク抜きをしたごぼうです。そしてこれもさっと茹でてあります。絹さやです。これは最後に彩りで使います。これらの材料を使って筑前煮を作っていきます。温まったフライパンにオリーブ油を入れました。ここにこの切った材料を全部入れていきます。大根と人参を入れていきます。タケノコです。ちくわです。薄揚げはお出汁を入れてから入れたいと思います。これをさっと炒めて油をなじませます。油がお野菜になじんだようなので、ここに少し塩コショウを振ります。ブラックペッパーも少し振ります。さっと混ぜておきます。そしてここに酒を入れます。みりんを入れます。白だしも入れます。昆布つゆを入れます。お砂糖を大さじスプーンで2杯ほど入れます。これはきび砂糖です。お出汁が少し少ないように思いますので、お水を少し入れます。ごぼうも入れます。ここに薄揚げを入れます。ちょっとコクを出すためにかつお出汁を入れます。一袋の半分ぐらいを入れます。お出汁の味見をしたところ、ちょうどいい加減なので、これでコトコトと煮込んでいきます。ホイルで落とし蓋にします。蓋をして、そうですね、20分ぐらいですかね、煮込んでみたいと思います。筑前煮の方も味が染みてきたようなので、これで一旦ガスの火を止めて、また蓋をして20分ほど味を含ませます。ガスの火を切ります。こうして置いておきます。20分ほどガスの火を消して置いた筑前煮、出来上がりです。味もよく染みたように感じます。これを器に盛ります。いただき物の掘りたての新しいタケノコを頂戴したので、我が家風の筑前煮を作ってみました。これも彩りよく美味しそうにできたと思います。またこれをみんなでいただきたいと思います。